ちょっと最近調子が良くないですね。病気ではないんですが、なんだかやる気とかが出てこないんですよ。まあ、こういう時もありますよね。間違えることは誰にでもあります。私も今日は大きな間違いを犯してしまいました。ちょっとがっかりしましたが、仕方がないですね。これからはもっと気をつけます。 足が痛いです。多分今日は歩きすぎたのかもしれません。天気が良かったので散歩に行ったら止まらなくなってしまいました。ちょっと横になって休みます。今日は牛乳と卵とバターと小麦粉を買いに行ってきます。今晩友達が家にケーキを作りに来てくれるそうなので必要な材料を買っておきます。 世の中にはいろいろな人がいます。悪い人ももちろん存在しますが、いい人もいることを忘れないでって友達に言われました。その通りだなって思います。今日は仕事を休みました。有給休暇が溜まっていて、それを消化しないといけないので、今日にしました。 今から音楽を聴きながら洗濯をするつもりです。昨日は洗濯をしてから友達の家に行ってきました。猫と一緒に住んでいるので友達と話している間ずっと猫と遊んでいました。とても楽しかったです。ちょっと最近調子が良くないですね。病気ではないんですが、 なんだかやる気とかが出てこないんですよ。まあこういう時もありますよね。間違えることは誰にでもあります。私も今日は大きな間違いを犯してしまいました。ちょっとがっかりしましたが仕方がないですね。これからはもっと気をつけます。足が痛いです。 多分今日は歩きすぎたのかもしれません。天気が良かったので散歩に行ったら止まらなくなってしまいました。ちょっと横になって休みます。今日は牛乳と卵とバターと小麦粉を買いに行ってきます。今晩友達が家にケーキを作りに来てくれるそうなので必要な材料を買っておきます。 世の中にはいろいろな人がいます。悪い人ももちろん存在しますが、いい人もいることを忘れないでって友達に言われました。その通りだなって思います。今日は仕事を休みました。有給休暇が溜まっていて、それを消化しないといけないので今日にしました。 今から音楽を聴きながら洗濯をするつもりです。昨日は洗濯をしてから友達の家に行ってきました。猫と一緒に住んでいるので友達と話している間ずっと猫と遊んでいました。とても楽しかったです。